パネルシアター現代地獄巡りのあらすじ。パネルシアター現代地獄巡りは、上方落語の演目の一つ地獄抜掲猛者の戯れが元になっています。落語の地獄抜掲、地獄巡り、は、落語家によって様々なスタイルがあります。あまりのスタイルの多様さからは、創作落語と言ってもいいくらいです。さて、パネルシアターの地獄ぐりは、現代の世界に通じることから、 現代を冠無理しています。登場人物は、サバキチ、サバキチの父親、長屋の王屋、福田屋の若旦那、仙道鬼、閻魔大王、軽業師の飛び猿、医者の安人、人鈍鬼、案内人などです。登場人物も多く、奇想天外の展開は、次はどうなるのだろうと興味津々になります。大筋和光です。 サバに当たって死んだサバ吉です。父親も後を応用に死に、長屋の大屋もやがて死んでしまいます。大屋が三途の渡し場でうろうろしていると、福田屋の若旦那がやってきて、フグの毒にやられたという。三途の川の渡し船の先導は鬼です。着いたところが地獄の一丁目で、閻魔大王の裁きの時をみんな待っています。地獄に行くのか極楽に行くのか、そこで決まります。 軽業師の飛び猿は、みんなをハラハラドキドキさせたからと、腹切りの刑を言い渡されます。医者の暗人は、救える命を救わなかったと、針の山にさらされます。若旦那と大家は釜ゆでの刑を言い渡されますが、隙を見て逃げ出します。ところが、後を追いかけてきた人ン,ンキという大鬼に飲まれてしまいます。二人は大鬼の腹の中を進むと、 同じように飲み込まれた軽業師と医者に出会います。みんなで力を合わせて脱出しますが、サバキチとその父親はどうなったかというと、現代にタイムスリップしたかのような展開で、無事助かるという奇想天外なお話です。